割と個人プレーに走るタイプが多い中、最終的にはそのチームプレーをものすごく意識しながらそれぞれの特徴を出してたっていうのがいい試合だったりとかいい結果につながったんじゃないかなと思いますけどね。僕でしょ、なぜか、チームの結束を生んだからですね。ミスプレーで100点ですよ、よく頑張ってくれますよ。まあ国内もそうだし海外のプレイヤーでも今ものすごくやっぱりゲームをやってるっていう人たちすごく多いですからね。サッカー選手で言うならばその自分のリラックスっていうことだけではなくてやっぱ想像をこう膨らます引き出しをたくさん作るための一つでもあるんじゃないかなと思いますよ。リアルでできることもあるけどリアルじゃできないこと、それがここでできたりとかできなかったりとかっていうのもいろんなイマジネーションを膨らましていく中ではそうか。いや、よりこうサッカーのゲームやっぱりリアリティを持った形になるんじゃないですか。なんだろうな、スルーパスに対してボール持ってる人間に対して少し角度を作ったりとか膨らみを作ったりとか、ああいうのは同じですよ同じ、体の向きも同じ、サッカーチームプレーなんで実際やってるのは、それがこのゲームの中でもチームプレーとして展開できるっていうことはサッカーそのものですよね。チーム競技としてのリアリティ性はかなりあると思うんですけどね。サッカーとの違い、手か足かっていうことですね。なったんじゃないですか。だって1試合目より2試合目、2試合目より3試合目っていうふうになってるし、意外とさ選手の時のプレーに近くなかった。みんな小倉はあのようでいつもね、あとゾウノは結構周り気にしながら動き出すし、鉄道がちょっとあのスルーパスは選手の時にはないなっていうのはあるけどでもともと持ってる何だろう協調性みたいなのが出たと思いますけどもね。サッカーファンの皆様、ウェイファンの皆さん、いつもありがとうございます。このゲームをきっかけに、ウィーレファミリー、サッカーファミリーがかなり膨らんでいくんじゃないかなというふうに今日は思いました。皆さんもいろんな人とチームを組んで、それぞれの、そしてみんなのサッカーを膨らませていただければと思います。